まあ、パンチパンダね、この前ね、撮影する時の撮影の角度っていうのをね、まあ、ちょっと変えてみたんですよ、この前。ちょっとね、なんかちょっとやってみようよ。そろそろね、パンチパンダの家の近くの洋華堂が潰れます。でね、パンチパンダの普段見えないところっていうのをね、まあ、映してしまったと。そしたらね、なんかね、部屋が汚いと、ね、騒ぐ、じゃあ、やめてください。部屋汚いとかやめよう。なんとなくさ、そこら辺はさ、もう言わないでいいじゃん。なんか友達ん家行ってさ、お邪魔します。うわ、部屋汚いとか言わないでしょ。しかも俺あれだからね、服を置いてただけだから、なんかこのね、折りたたみのね、机の上に服を置いてただけだから、俺ね、昔からね、この机をこうやって背負うのが好きです。わーどうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。数日前にさ、まあこのコメントが来たのよね。これさ、正直さ、不適切でしょ不適切でしょ。いや、なんだろうな、なんかね、 YouTube ってね、ほんとね、動画はすごいね、厳しいというか、動画のサムネとかタイトルめちゃくちゃ厳しいんですよ。まあ、ただね、あんなコメント初めて見ましたあんなコメント初めて見て、俺 YouTube の動画のコメントで初めてあんなコメント見てはい、どうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。ということで、まあちょっとなんでね、服変わったのかっていう人も、まあすごいね、気になる人もいるかもしれないんですけれども、まあそれについてお話しすると、撮影したのが結構前で、そこから後日なんですよね。うん、今が後日だから、服が変わりましたっていう説明。はい、うん、面白い、もう簡潔なね、もう分かりやすい楽しい説明でした。ありがとうございます、パンチパンダさん。イエーイ。テンションの変わりようがすごいでしょ。後日だから。でね、パンチパンダのね、この服にまつわるエピソードを話すと、この服ね、ライトオンで、まあ昔買ったんですよ、ライトオンで。でね、大学4年生の頃、研究室同じだった人が、全くこの服を着ていて、それからパンチパンダ大学にこの服着ていけなくなりました。イエーイ。はい、ということでね、まあこのコメントをくださった、ルハさんルハさん、大丈夫？動物のぼり好きなのかな。うん、まあ動物のぼり好きな子はね、なんかね俺思うんだけど、穏やかな子がね多い。うん、穏やかな子が多い。まあただそうは言っても、パンチパンダ、このパンチパンダもうね、どうで卒業したと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。ありがとう。うん、卒業しました。うん、ありがとうございます。イエーイ。はい、ということでね、まあただね、パンチパンダね、まあ昔からね、まあ YouTube の運営さんには、まあ YouTube にはちょっと不平不満っていうのは、まあ多少なりと思っていて、まあただそれをね、口に出すと、まあちょっと器の小さいやつというか、まあチンコの小さい、やめたまえ。これが噂の反復横飛びじゃー。まあ YouTube の機能で、まあ自動翻訳っていうのがあって、それでパンチパンダって言ったら、もうパンチパンダの単語がパイパンになったりとか、あとはチャンネル登録者数が2人になるまで4ヶ月かかったりとかね、割とね、俺ほんとね、苦労してきてる人間なんで、もう急上昇ランキング載せてください、お願いします。いや、なんかね、最近ね、ちょっとね、ワンピースとかのアニメとかが急上昇ランキング載ってるけど、普通に無断転載されたやつ、無断転載載っけるくらいだったらパンチパンダ載せて。でね、めっちゃ話変わるんだけどさ、ワンピース見てる人います？全く知らない人はちょっと、なんじゃその話ってなるかもしれないんだけど、ね、ワンピース最新刊とかで、なんか時々の実っていうのがなんか出てきて、なんか未来に行ける能力者が出てきて、なんかちょっと SF っぽくなってきて、ワンピース、いや、すごいなって思って、なんかそれでなんかワンピースの世界でなんかそういう SF というか、まあ時空とかそういう話になってくるとやばいよね、どうなんのっていう話で、めちゃくちゃ今ね、ワンピースが熱いっていう話でした。イエーイ。パチ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 。はい、ということでね、もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、コメント欄とかではね、ただまあ、死ねーとか、うん、殺すぞみたいなコメントも、まあ、時々あるんですけどね、そういうコメントっていうのは、まあ、基本的にスパムっていうところに、まあ、ポンってね、乗っけられちゃって、あんまりなんか表示されないようになるんで、うん、まあ、ただパンチパンダに伝えたいだけだったら別にいいんだけど、かかってこいや！時々あるんだけどね、パンチパンダに死ねーとか、もう痛いよ、心が痛い。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。